も、神、護衛艦に、異例の視察をしている浜田防衛大臣ですが、岸田政権が、安全保障3文書の閣議決定後、増税問題も噴出している中、自衛隊の鍵を握る一人です。今回は、海上自衛隊の体制とステルス護衛艦もが、身型を詳しく見ていきますね。浜田防衛大臣は、以前、韓国駆逐艦が、P1 哨戒機にレーダー照射した事件で、国際艦艦式への招待は、時期尚早と発言していた。どうなったのかな？昨今は、中国が、目覚ましい勢いで、海軍船戦力の拡張を推し進める中で、日本もまた、すでに、一国では、それらの戦力に対峙することは、困難になってるとはいえ、海洋国家として、海の防衛力を維持、整備すべく、様な対応を継続している。2022年12月には、新たな安全保障関連3文書である、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画が、岸田内閣によって、閣議決定され、それらに基づく、日本の陸海空3自衛隊の体制と装備類の調達が明記されている。そうした中で、海上自衛隊の艦艇という括りにおいては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻という、体制の構築が打ち出されており、これらは、従来に比べて、大幅に増加したようには見えないかもしれない。確かに、護衛艦の54隻体制は、過去の2019年の時点の防衛計画の大綱でも、すでに示されていた内容ではあるが、内訳は、その時点のイージス護衛艦8隻から、今回は10隻へと増加が明記されており、最も強力な水上戦闘艦が増加することとなる。2023年1月の時点で、海上自衛隊は、金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の計8隻のイージス護衛艦を保有、運用中であるが、ここに、艦級は、不明ながら新造されるイージス護衛艦2隻が追加されるということを意味している。イージス護衛艦は、海上自衛隊の艦種記号では、ミサイル護衛艦を、表す DDG と呼称されており、搭載する各種の兵装をレーダーセンサ類と連動させて、最適な運用を行う艦艇で、アメリカ海軍が開発したイージス武器システムの搭載艦である。アメリカ海軍では、これらイージス武器システムを、主として、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載し、それらは、大型原子力航空母艦の空母打撃群の艦隊防空を担う存在として活用している。海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、共に、アメリカの子のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦を土台にして建造されたものだが、日本においては、空母打撃群はなく、従って、その用途も搭載する兵装での日本全土のミサイル防衛のために、当初は導入が行われた経緯を持つ。ただし、今後は、ヘリコプター搭載型護衛艦、艦首記号、DDH の、いずも、と、加賀、が、F-35 ライトニング 2B 型を運用する軽空母へと、改修が行われているため、その完了後は、他の護衛艦を、防空任務のために随伴させることとなるのだろう。そして、これらイージス護衛艦は、今は、交代で、日本全土のミサイル防衛に従事しているが、その任務専用のイージスシステム搭載艦2隻が、収益を果たせば、一部は、その役割を離れ、懸案となっている、南西諸島方面への投射が見込まれる。イージスシステム搭載艦は、計画が中止された。陸上配備型のイージス・アショアの代わりに新造される予定の艦艇であり、紆余曲折はあったが、現在は、イージス護衛艦と同等の規模で、イージス・アショアの一部を流用して建造するとされている。
護衛艦の54隻体制に話を戻せば、54隻中の10隻がイージス護衛艦となることは前述したが、残る44隻のうちの22隻と、その半数を占める主力艦となることが見込まれているのが、昨年2022年から収益が開始されているもが身型護衛艦である。もが身型護衛艦は、2022年に1番艦、もがみ、2番艦、熊野、3番艦、の城が、すでに収益を行っており、今年2023年も、3月に、4番艦、三熊、12月に、5番艦、矢作が収益する予定で、さらに、6番艦、阿賀野、が、2022年末に進水している。海上自衛隊の水上戦闘艦に、中でも、最も新しい艦艇であるもが身型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0m、最大幅が 16.3m、深さが 9.0m の規模を持ち、胴体で、久々のフリゲート艦とされている。海上自衛隊が、フリゲート艦を最後に運用していたのは、1972年まで就役させていたクス型護衛艦まで遡ることとなり、同艦は、艦首記号は BF と呼称されていたが、今のもが、身型護衛艦は FFM という、これまた、新種の艦首記号が与えられている。このもが、身型護衛艦に新たに与えられた FFM とは、最初の FF の部分がフリゲート艦を、後ろの部分の M が、対機雷戦闘、マインと、多目的、マルチパーパスの2つの意味を示しているとされ、艦艇の性格よく表していると言えよう。海上自衛隊としては、従来にないカテゴリーの水上戦闘艦としてもが、身型護衛艦を捉えており、その期待される役割を、この新たな艦首記号の FFM にて、広く、日本国民に対してアピールしようとしているようにも感じられる。もが身型護衛艦の構想は、2013年末に提示された防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画によって一般に示されたが、そのコンセプトは、多彩な任務に対応が可能な多用途性を持ちつつ、艦隊はコンパクトに抑えるというものだった。その後は、今のもが身型護衛艦は、海上自衛隊内では、3000トン型将来護衛艦という呼称が付けられ、実際の艦艇よりも、3割ほどは、排水量が少ない形が想定されていたが、艦首記号も、従来にない DX とされ、次第に具体化されていくこととなった。建造計画が、具体的に進行されたのは2017年2月からであり、防衛装備庁は、新型の護衛艦たる DX について、実際に建造を行う造船企業から、その内容を企画、提案させる公募方式を、海上自衛隊の艦艇としては、初めて実施することとした。もちろん、公募方式とはいえ、ど全く、軍艦の建造実績のない造船企業に、参加を許すはずはなく、当然、これまでに軍艦、つまりは、海上自衛隊の艦艇の建造経験があることが企画、提案を行う上での前提となっていたであろうことは、想像に難くない。それを踏まえて企画、提案に応じたのは、ジャパンマリンユナイテッド社、三菱重工業社、当時の三井造船社、現在は、三菱重工マリタイズシステムズ社の3社であり、結果、三菱重工業社の案が採用され、今のもが身型護衛艦と相なった。もが身型護衛艦の構想が始められた最初期の頃には、海上自衛隊内では、その形状に関しても、アメリカ海軍のインディペンデンス級沿海域戦闘艦のような三導線タイプも検討されたというが、これは実現はしなかった。
また、同じく、その、インディペンデンス級やフリーダム級といった、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦に採用されていた、ウォータージェット推進での40ノット以上の高速度も、目標にされたが、こちらも結果としては見送られた形である。これは、近年増加傾向にある、国際的な軍艦の派遣活動、つまり、具体的には、中東地域での海賊対応等の任務への従事を考慮した場合、40ノットもの高速度を実現する期間では、実用的な燃費に支障が生じるとの判断だと見られる。よってもが、身型護衛艦の機関部には、ガスタービン機関とディーゼル機関とを組み合わせた、コダグ方式が搭載され、最大速力は、7万馬力のフリゲート艦としても、強力な数値ながら、速力は30ノットと標準的な性能を確保している。またもが、身型護衛艦の艦首記号にも、その意が込められている追機雷戦闘能力については、その専用の Q3 ソーナーシステムや、排除専用の無人水上機と自立型の水中高層式機雷探知機、OZ-5 の2つの無人機を運用する能力を備えている。これらの対機雷戦能力は、従来ハモガ身型護衛艦などよりも、はるかに、小型の掃海艇が担う任務であったが、掃海艇自体の隻数の減少と、それらが、水陸両用での作戦行動への従事も求められたことで、それをカバーする必要が生じた結果だと思われる。